いただきます。いただきます。いいね、ちょっと、ね、はい、今日は Uber Eats で唐揚げ弁当を頼みました。すごい、やばい、じゃじゃじゃん、すごい、食べていくぞ。いただきます。おいしょ、わお、おいしょ、うまっ、まあ、あとは昨日作ったかぼちゃサラダとリンゴです。あ、普通のやつにしたの？うん、でもなんかなんちゃらニンニクだれみたいな、ごまニンニクだれにしたの、うん、へぇ、超絶うまい。うまっ、もや甘だれと普通の、うん、交換する、うん、バカうまいこれ。どっちがいい、甘だれとノーマル、甘だれだよね、甘だれかな、うん、うまっ、やばっ、何喋るか決めてないね、やっぱつむたの勝利、まどかみたいな子になってほしい。かなめまどか、まあ、知らない人のためにまどかとはどんな子ですか？うん、うん、弟思いで友達思いで、うん、家族思いで優しい子、うん、自分より他人を大切にしちゃう子だよね。でちょっと損なのかな、うん、いやでもいいんじゃない、うん、アニメキャラで言うと何のキャラみたいになってほしい？男キャラにしよう、うん、で、ああなるほどね。うん。でもなってほしいなって思うの主人公こういう子。明るく元気で誰からも好かれる子になってほしくない。うん。ねえ、なすりつけないでくれるじゃんさ。あらわなく。推しだけどパッちゃんにはなってほしくないから。反抗期が辛い。なりそうで言ったらデクなのか。そこまでなよなよしてなくない、絶対しないと思う、もっと元気な感じでさ。ひと休み。アヒルの空の主人公みたいな、あーぽい、ね、スポーツやってるイメージがあるな。うん、つむたん絶対運動神経いいもん、クレマトリックみたいになったらめっちゃいい、うん、あの子じゃん、あの子みたいになってほしい、てかめっちゃなりそうじゃない、なりそうな感じだと、うん、うん、めっちゃいい、まあ、音楽の道に進んでもいいかなと思う、なるほどね、スイグに一人いる男子でもいいかなって、UFO のトロンボーンの、メガネの人、中学の先輩でしょ、トロンボーンだ、早くんかんぼと付き合った人、うん、ああこっちね、水分に一人いる男子になればすごい優しい子になりそう、うん、確かに、まあでも特殊なスポーツやってほしさもある、例えばもうアーテリーやってたじゃん、フィギュアスケートとか、フェンシングとか、それやってるだけですごくない、特技みたいな、それだけで特技とか、なんか自分の話題とかさ、それこそもう就活までずっとそれの話してきたしさ、まあ話題が広がるよね、うん、バスケってどんなことやるんですか。確かに、だからバスケとかサッカーとか野球とかやるならその道を極めてほしいな、うん、まあでもなんか何をやらせたいとかはない、うん、特に姉ちゃんはやりたいことをやって、そう好きなのやってほしいから、いろんなの体験させに行きたいんだよね、うん、何歳かによる、もう小学校からさ、クモンと英会話習ってたからさ、うん、まあどれか身についてましたかって言われたら身についてないけどね、うん、いや行きたいって言ったらいいよ、うん、でもなんか特に自分たちから行きなさいとは言いたくない、うん、
運動してほしい。筋トレやらせるのが大変ぐらいの方がいい、いいなって思うけどね。ん？どういうこと？やりたいやりたいより？あ、そうそう。まあでもやらなすぎてずっと赤点っていうのも嫌だ。でもやりなさいとも言いたくない。萌がさ、やりなさいって言われるのめっちゃ嫌だったからさ、うん、でも実際やりなさいって言われなかったらやらなかった、やってたかわかんない。うちはね、言われなかったからやらなかったでもそこそこだったんでしょ。役者みたいな。ごちそうさまでした。はい、ということでね、はい、ね、まあ、まだまだね、語れそうなので、いつかまた、うん、会えれば、はい、確かに、うん、まあね、一番はでも、やりたいようにやればいいかなって感じかな、うんうん、やりたいように生きてて、まあ、夢を見つけてほしいなって思う思いは、また何かアピモエ夫婦これ語ってみたいなのがあればコメント欄にお願いします。はい、ではまた見てください。バイバーイ。